こんにちは、わしみです。今日は、ご質問のメールをいただきましたのでそれにお答えしたいと思います。メールの内容の方なんですけれども、ヨガの三点倒立で、左肋椎関節 C5-6 番あたりを痛めたので、それに有効なリンパケアはありませんかということなんですけれども、左ですね。でもし手が届くならですけど、まずこの左が手が届く、その痛い箇所に届くようでしたらそこに触れていただいて、深呼吸ですね、グッパー、深呼吸吸って吐いて、ふーって吐いて、ふーしてもらって、グッパーグッパーグッパーキラキラキラでも、いいと思います。で、もし手が届かないようでしたら、どなたかにこのこちらですねのあたりに触れていただいて、深呼吸してもらったらいいのかなと思います。であと、こちらの方にちょっとイラストというか見せますけども、C5-6 番あたりがちょうど、大腰頸筋のあたりの下になるので、大腰頸筋が硬くなって、その痛みとかですかね、出る場合もあるかもしれませんので、そちらのケアの方法もご紹介したいと思います。まず立った状態ですね、まあ、座った状態でもいいんですけど、上に普通に手を上げていただいて上下に揺らしてください。こういう感じですね。であくまで下に落とすんじゃなくて上げて支点に落ちてくるの感じで揺らしていってみてください。こういう感じですね。手のひらが外側で上下上下です。であともう一個両肩筋に直接かけ合う油圧を行います。はい、続きです。で、左ですね、左なのでまあいいか、分かりやすいようにわざと右を向きますね、後ろ向きますね、横向きに寝転がっていただいて、手を上げてください。 左の方なので本当は左なんですけど、左の方の手を上げて、外側後ろ側に手のひらを向けて、先ほどと同様に上下ですね、上げて落とすだけです。それを細かくで構いませんので無理のない範囲でこのように行ってみてください。で、セルフケアですね、特に痛みた方のセルフケアに注意することなんですけど、必ず痛みの出ない範囲でするようにしてください。もうほんの少しでもかけらがあるようでしたらそれはしないようにしてください。以上です。ありがとうございました。